赤木駅は群馬県緑市大間町大間にある高下電気鉄道と東武鉄道の駅。高下電気鉄道の高下線と東武鉄道の気流線が乗り入れ接続駅となっている。東武気流線の駅番号は TI57 であり、同線の終点でもある。上田は島式ホーム一面二線、東武は東端式ホーム一面二線を有する地上駅で、上田が 駅業務を行う有人駅である。駅事務所や改札口、コンコースは両社同一であるが利用形態の違いから両社線それぞれ出発口がある。駅舎内には待合室や売店が設置されている。改札内は両社共通で駅舎と各ホーム間は構内踏切により連絡している。東部気流線と上電高下線は 校内で線路が接続されており、かつては、貨車の樹図のほか、旅客列車の直通も行われた時期もある。パスも、スイカなどの IC カードは、簡易改札機による対応であるが、頭部のみ、利用可能であり、上電では利用できない。頭部を IC で利用してそのままウエデンに乗り換える場合は、ウエデンホーム上の乗り換えを簡易改札機にタッチする必要がある。特急、 両毛の大半の列車は当駅を発着している。夜間は東武線ホームに普通列車用、車両2本、かつての貨物列車用設備を転用した、留置線と引上げ線に両毛用200.250系及び、リバティ両毛用500系が合わせて3本夜間、大白する。駅前にはバスタクシー乗り場がある。付近年の水位は以下の通り、 赤木山への連絡口として駅名が付けられたが、現在あたり駅から赤木山方面へ向かう路線バス等の公共交通機関は存在しない。赤木山方面への路線バスは前橋駅、中央前橋駅から発着している。また、地域としても赤木山から大きく離れているため、駅前以外で周辺に赤木の名が付く施設はあまり多くない。駅近傍には、 緑市営赤木駅に市口駐車場がある。ありがとうございます。